改めてですけど、まあ、大宮振り返って幸先スタートしたように思いますか。あの内容も良かったです、うん、結果も良かった。なんかここ何年か、まあ、立川走ったりもあったんですけど、ここ一発目にちゃんと優勝して弾みをつけたというのは久々のように感じたんですけど、まあ、そうですね、あのいいスタートを切れたと思う、うん、なんか去年から優勝で締めて優勝で始まるみたいな、こう一つの動線みたいなものが見えてきて、まあ、結果が出てるんで、うん、まあ、あとはこれをこう続けていける、うん、まあ、今回まあ高松を走りますけど、まあ、その次にも大きいレース控えてますけど、ここでここの高松バンクのその位置づけというのはどういう感じですか。まあ、やっぱり次につなげるようにっていうことは意識はしてます、うん、まあ、とりあえずとにかくまあここでいい結果を、うん、いい結果を、ちなみに直前に1回入ったって話ですけど、練習で入ったんですか。いや、ただこっち来て前泊していくらしい。あ、バンクにはじゃ入らずに。そうです、ね、ちょっとマッサージ多少余裕もしながら、はい、川口くんがまあようやく新人を取ったりして台頭してきたじゃないですか、はい、やっぱ年下の、まあ、こんなのとまた違うちゃんと自力型が出てきたじゃないですか。その辺どうですか。外部が、まあ、そうですね、僕はもう優勝してますし、はい、しっかりこう記念でも活躍して、うん、特別に来てくれてるなら結構待ったよね、あの後輩が出てくる。今ぐらいの、はい、だったらまだ一緒に走れるか、一緒に走れるどこまで来てくれるか、はい、多分もう絶対準決までにはいかないとやっぱ一緒になれないんでね、思ってました。あいつ自体も大事にしないといけない、うん、自分たちもそういう機会を大事にしないといけない。やっぱ経験してきたね、お母さんも経験してきたことですもんね、その点数上げて大舞台に行くのは周りがどう育てるかそうです感受性がちゃんとある子だから、こう伸び伸びやれればですね。そうですね、うん、力はあるから、うん、近藤君とは違った色のですね。ちょっとあの子の上がり方とはまた違いますもんね。タツは高校時代からバンクになってきた。そうだ、なかなか先輩の部分あるんですか、川口君の方は。いや、まあ、そういうのは大丈夫だと思うんで、あとはしっかりで、うん、伸び伸びと言うよね、自然と。ちょっと純潔以降でじゃあ共演できるの楽しみに。すいません。